千羽折ったら病気が治るんじゃと、この間岩間さんに教えてもろたんよ。20万返さんかいから。うるさいよ。沖縄も福島も同じだよ。何やったって無駄だし。そんなことはないわい。わしら一緒に治るんで。このままじゃ真実が戦争に行くことになっちゃう。私、これ以上私みたいに戦争で苦しむ子供たちを見たくない。佐々木貞子さんの兄佐々木正弘さんや甥の裕二さんはウクライナ、ハワイ、福島など各国に貞子の折り鶴を届け、世界平和を願う活動を続けています。2023年広島 G7 サミットでは各国首脳陣に貞子の鶴のレプリカが寄贈されました。そのレプリカを通じて貞子が、折り鶴に込めた平和への思いをね、もう一度世界中でシェアしたいなと思います。世界中の人々に貞子さんの込められた思い、平和への思い、これが届きますように、レプリカを持って各国を回って、皆さんその思いを共有して世界中の人々に平和への願いを伝えたい。未だ世界では戦争が続いています。再び核による悲劇を繰り返してはなりません。貞子さんの平和への願いが世界中の皆様に届きますように。